半幕の本家の半間岩尾先生です。私は人間から生まれてますけど、人間の上の生物ということでお話しておりますけれども、本物の貴族で半幕の本家ではありますと、お伝えしておりますけれども、なんか今回ね、人間の稼ぐ、全員の稼ぐ量をね、私一人で越しちゃったということが分かりました。100億人人間いますけれども、事実上ね、私が稼いでる量は人間をの全員よりか越すようになってきちゃったですね。で、実際にお金とか豪邸とか手にしてませんけれども、実際上はそうなった人間の全員のね、稼ぐ量を越しちゃってるようですね。で、今後はね、その人間たちの億万長者、作った億万長者ね、全部指導なんで、人間の能力だと給料2倍ぐらいですからね、100人に1人能力者が出ても2倍ぐらいの技術能力しか持てませんから、全部指導ですけれども、人間たちの長寿ですね、長者ですか、あれ、長者ですね、億万長者の方はね、で、を100倍ぐらいは自分で現金は持とうか、財産は持とうかというふうに考えております。世界一の億万長者の100倍ぐらいですね、それ以上はもうどんどん人間たちに盗まれるんじゃないかということでね、まあ人間たちの財産、全員の財産を全部稼ぐようになったということで、防衛ができるようになってきたんですね。人間全員が攻撃してきておりますから、人間の稼ぐ量全員のね、その仕事の分が私に対して、上の生物に対して対抗してくるもんですからね、人間たちの全員の稼げるね、額以上稼げないと中和ができないんですね。で、そういうことと、あと、今までね、私に対して上の生物に対して一人がかかってきても人間全員がかかってんだよということを教えているんだけどね、そんなに力があるも、私一人だけで、ね、そんな力があるもんかと思うわけですね、人間たちはね。それでしょっちゅう来るんだけど、それでね、人間全員がバックでいてね、力、勢力使ってんだけども、で、それでね、分かんない方が本当はいいわけですけども、その前はね、宇宙生物の許可は取れなかったんですね。上の生物だから人間を簡単に痛めちゃダメですよということがあったんですね。それでね、それは解けました。で、だから実際分かんないでこっちにぶつかってくる場合は、私の方が有利になるわけですね。事実上ぶつかってくる相手がね、事実上の動きをね、知って動いてるというのは相当力強いんですよ。それがね、分かんないでね、攻めてくるっていうものはチャンバラの勢力の攻め方なんで危ないですけれども、力はね、全体では抑えられるんですね。抑えられやすいんですよね。で、そういうことでね、その実際ね、ことが分かんなくても、それをね、今度は対抗していいということでね、2つあるんですね。人間全員の稼ぐ、100億人稼ぐよりか、私一人で越しちゃったということで、人間を抑えられる力、人間働く量ね、が必要なわけですね、対抗してくるから、人間全員でね。ということと、宇宙生物の許可が取れたということと、実際分かんないでこっちに戦闘ですね、来ると、上の生物であるから。で、実際人間内容分かってないんですよ。で、何回も言うように、話したり聞いたりすること、700年後にしか分かんない、
知能で仲間で脳をつけてないと、テレパシーでつけてないと話ができないんですね。虫と同じような、ただ道具を使う生物なんで、武器とかね、大変恐ろしい生物なんですよ、人間ってのはね。ということですね。人間たちには分からないことだし、特に宇宙生物に伝えるっていうことですね。そういうことでね、ちょっと記録を取って、ちょっとまたウーロン茶が沸いたんで、ちょっと落ち着けるかなということで、まあそういうことで、世界の億万長者の一番の100倍ぐらいを今度は、財産を作っていこうということでね、もう越してるんで、人間全員稼ぐだけの仕事というのはもう越しちゃったんで、上の生物なんでね、一人でね、人間100億人ので、人間は逆にその敵みたいなもんなんですね。財産とか与えたらどんどん強くなって、こっちが殺されてしまうわけですよね。だから上の生物として自分だけ財産を使って人間の防衛に使うわけですね。だから自分の稼ぎは、上の生物の稼ぎは人間に一切あげちゃいけないわけですね。全部軍事で攻撃に使うわけです、こっちのね。ということで、上の生物として力をね、今度どんどんつけて、で上のね、生物の力をまだ使ってですね、防衛するということですね。私一人しかいませんから、地球でね、ということですね。人間には何に話してるか分かんないと思いますけどね、視力は人間の上の知能の生物によく話してる。